久しぶりね、レナス。現在の戦況はこのような感じになっているわ。現在の状況としては圧倒的にこちらが有利。このまま行ければいいのだけれど、エインフェリアたちの近況を知りたい。彼の近況に。レナス、あなたの働きぶりだけれど素晴らしいわ。今回のあなたに与えられるマテリアライズポイントはこれだけ。あなたの働きにオーディン様も満足しているわ。これらのアーティファクトをあなたに授けようと仰せよ。レナス、あなたにお願いがあるのだけれど、氷の封印を解除するエンジの玉だけれど、どうやら破損しているようなの。人間界の精霊の森にエンジの玉を修復できる者がいるらしいわ。目前に迫ったヨツンヘイム襲撃の前にエンジの玉の修復をしておかなければ。レナス、あなたにエンジの玉を預けます。精霊の森に赴き、破損したエンジの玉を完全な形に修復してきなさい。最近ニブルヘイムが不審な動きをしているという情報が入ったわ。よもや攻めてくるということはないと思うけど、万が一ということもあるし、死者に対する知識の豊富なエインフェリアを送っておいてちょうだい。魔法使いが足りないの。高度な魔術を行使できるものを送ってちょうだい。くれぐれも気をつけて。幸運を祈っているわ。
層に綺麗も汚いもあるか。その鎧はさぞや返り血を見えづらくするだろうな。見た目だけにこだわって真実をごまかす貴様らにはお似合いだ。違う。俺は なぜ戦わなかったのだ。考え事をしていた。考え事？一体いつからこうなってしまったのだろうと。剣を向ける者は女子供であれ容赦はしない。非情とはいえ明確な理念があるうちはまだよかった。無抵抗の人間を何人殺戮したことか。俺は自分が散々切り捨ててきた者たちこそ守りたかったのだ。権威などという形のないものを守りたかったわけでは。一緒に行きましょう。